これってエレなんとかだ。これでタイクランに入れるのよね。普通ならそうだ。だが壊れているようだな。嘘でしょ。全然便利じゃないわね。確かにな。どうやって空にを見つけよう。遠回りだが他の方法もあるぞ。ああ、アシュワットを抜けてってこと？そうだ。アシュワットの真東に向かえばタイクランに着く。じゃあ歩いていきましょう。正しいのかしら。そもそもどこに。ただいま参上。うわ、ノーガライダー。後ろからコソコソ来る前に声をかけなさいよ、変人。それはできん。ライダーは颯爽と現れるものだ。冗談はさておき、町の様子を知らせに来たんだ。私たちがいなくなってからどうなったの。まずい状況だ。そう、君たちが去った後、ガルダ・クルエルがマラを殺し町を乗っ取った。あいつはマラ以上に冷酷だ。俺一人では止められない。ああ、もう私のせいだわ。そうとも言い切れん。俺のせいでもあるんだ。ガルダと俺は同じ師匠の下で修行を積み、兄弟同然の仲だった。だが俺は一人前の戦士になることに必死で、あいつが力に目がくらんでいると気づかなかった。何が起きたか知った時には手遅れだった。あいつは闇に落ちていたんだ。あいつともう一度戦い、間違いを示すことが俺の運命だ。師匠の教えを思い出させてみせる。それであいつは何をしたの。タイクランを自分の遊び場に変えたのだ。ガルーダは人々を操るため大魔の製造を再開した。それに加え、かつてマラが根城にしていたビルにモサどもを集め、死ぬまで互いに戦わせている。ガルーダはビルの頂上で待っている。見過ごせないわね。だがまずは君たちの同志ソラニを探さねばな。そうね。どこにいるか知ってる。ソラニは人々を救っているよ。彼女の熱意と信念に俺は畏敬の念を抱いている。魂が震えるほどな。ソラニは大丈夫なの。とても落ち込んでいるよ。はあ。ソラニはミルク街の近くにいる。俺も彼女を助けたい。それと君、俺も君の仲間になってやろう。本当に。ライダーは事実しか言わん。はいはい。それだけじゃない。君に俺の最強テクニックを授けよう。スピードだ。スピードだけ。スピードこそがライダーの魂だ。私なりにやってみるしかなさそうね。やったー。これでここをかっ飛ばせるわ。なんてライドパワーだ。眩しく輝いているぞ。行くぞ。悪の栄えた試しはない。
ジュナ、会えて嬉しいわ。目覚めてくれてよかった。うん、私も会いたかった。でもここの状況は悪化してるわ。全ての人は救えない。死にゆく人たちがいるのに私には助けられないの。オーマのせいで。ええ、でも同時にカラの復活のせいでもある。人々の苦悩が流れ込んでくるの。ものすごい量の苦悩よ。体に傷がない人たちもカラの復活で受けた精神的苦痛に苛まれているのがわかる。私の元を訪れた人を浄化したり、オーマの病を癒したりと、私にできる方法で苦しむ人々を助けていたけど、ガルーダ・クルーエルに支配された町はひどい状態。多くの人が彼とカラに影響されているわ。ガルーダはとにかく人々を争わせたがってるの。それにガルーダは私のことが特に嫌いみたいね。え？ありえない。人々を助けているのがバレて目の敵にされたのよ。隠れながらじゃどれだけ努力しても全ての人を治療できるわけじゃない。ごめんなさい、ソラニ。本当に大変だったよね。私まずタイクランのことを解決するべきだったわ。あなたが助けてくれてたとしても私の力ではどうしようもなかった。でも私たちが力を合わせればできるわ。まだこれからでも。私の力はあなたが近くにいると強くなるの。ねえアジュナ、本当に一緒ならできると思う？私今までにないくらい強くなったんだから。ソラニ、私たちならできるよ。そうね、こんなところで落ち込んでいられないわよね。救うべき人々がいる。変えるべき人生がある。それにはまずガルーダ・クルーエルを倒さないと。そうね、ナーガライダーはガルーダがマラのビルの屋上にいるって言ってた。改めてあなたに会えて嬉しいわ。この可愛くてちっちゃい顔にね。やめてよ、ソラニ、恥ずかしい。触りすぎ。私の可愛い小鳥ちゃん。戻ってくれて嬉しいわ。ね、手下のライダーがやり遂げたようだ。じゃあエレベーターが直ったの？よし、乗るわよ。わあ、このエレベーターも壊れてる。
なものか。マラのクラブの用心棒ね。もうそんなことはしてねえ。強いやつらただボコボコにしてんだよ。強いやつらねえ。で、あんた自分が私より強いと思ってるの？確かめてみるか、しっこいの。もう暴力で解決するしかないの？仕方ないでしょ。こういう連中は言葉じゃ理解できないんだから。かかってこい、墓場に送ってやる。やめておけ、一般市民よ。今はその時じゃない。おお、ナーガライダーもいるのか。ますます戦いたくなってきたぞ。みんな、行くよ。ここにはモサがまだまだいるぞ。お前らに倒せるかな。やってやるわよ。頑張れよ、ちっこいの。なの、こいつ。金属でできた幽霊みたいね。
それにどうも見覚えがある気がする。うわ、タンだ。いたの忘れてたわ。寡黙な男だからな、仕方ない。とにかく倒すわよ。私たちは怒ってるの。父さんをボコボコにして。ってことはたまに服とかシェアしたりするの？当然よ、経済的だしね。じゃなくて父さんのことよ。あなたがやったんでしょ？そうね、でも殺してはいないわ。殺したのはガルーダ。私もお姉ちゃんか妹がいればな。楽しそう。私がいるよ。それにラズミも。私はごめんだよ、ゲロゲロだ。もちろんあなたたちも大好きよ。けど姉妹ならさ、通じ合えちゃうんでしょ？たまにはね。でもそうじゃない時もあるわ。おしゃべりはおしまい。覚悟しなさい。ねえ、友達になろうよ。なんで喧嘩なんかするの？だから父さんのことよ。ああそうだった、わかったわ。それで満足するならかかってきなさい。分かったでしょ、喧嘩だけが手段じゃないのよ。ねえアジュナ、本当にそう思って言ってるの？そうよ、考えを改めたの。負けた。ああ大丈夫よ、お父さんのことは気の毒に思うわ。けどすごく自分勝手なやつだったのよ。ソラニが頑張って助けようとしたんだけど
もう遅かった。そしたらガルーダが殺しちゃって。私も父さんを亡くしたの。気持ちはわかるわ。だけど復讐じゃ何も変わらない。状況を悪くするだけよ。とにかく寂しくなったらいつでも一緒に遊びましょ。ありがとう。どういたしまして。じゃあガルーダをぶちのめしてくる。あなたたちのために追加で一発入れといてあげるわ。じゃあね。我が戦士たちを倒してきたようだな。軟弱者の王が俺を悔い改めさせようと現れた。そういうことか。ライオンライダーは今のお前の姿を恥じるだろうな。あの老いぼれか。ボスずらせる連中に興味はねえ。お涙頂戴はそこまでにしてくれ。ならは自分をボスだと思ってたみたいだが、虫みたいに踏みつぶしてやる。そうか。お前が強さに重きを置いているなら、どちらが強いか示してやろう。今日は機嫌がいい。お友達も仲間に入れてやろう。余裕ぶっていられるのも今のうちよ。苦しみを味わうがいい。この勝負に意味はない。お前には味方がいた。1対1ならお前の息の根を止められたんだ。真の強さは孤独からは生まれない。俺はそれに気づいたんだ。真の強さは信頼する仲間と協力することで生まれる。お前には一人も信じられる人がいないんだろ、ガルーダ。だからなんだ。分かってるぞ、ナーガライダー。俺にとどめを刺したいんだろう。お前はプライドが高い、決着にこだわる男だ。だがお前を満足させてやるつもりは毛頭ない。さらばだ、雑魚ども。真の強さを見届けろ。待て、やめろ。大丈夫だ。これもあいつが自ら選んだ最後。変わる前のあいつを弔うとするよ。カラの影響をガルーダからも感じたわ。あれが街に広がったら大変よ。そうね、浄化しないと。でしょ。私の手を取って。え？私のイッディを使って。今私はイッディで満ちてる。私たちならできるわ。ソラニーに力を使い果たしてほしくないの。大切な友達を二度も失うなんて嫌だから。本当に成長したわね、アジュナ。
あなたの言う通り、一緒ならさらに強くなれるわ。さあ、ここを浄化しましょう。癒しと浄化。アイクランは浄化されたわ。大魔中毒も収まってきて、人々もひとまずは正常な状態に戻りつつある。あなたなしでは成し遂げられなかった。ありがとう、アジュナ。私だって空になしじゃできなかった。町をめちゃくちゃなままにしたっていう借りがあったからね。カラを倒すか、この町を助けるかのどっちかしかできないって思ってた。一つをやり遂げるにはもう一つもやり遂げなきゃダメってことに気づいてなかったの。アジュナ、私たちならカラを倒せるって感じるの。今回は違うわ。俺もついていこう。ダメよ。ここの人たちがあなたを必要としてるでしょ。人々はすでに助け合い、町を立て直し始めている。少しの間なら自力でやっていけるだろう。カラを倒す手助けをしよう。借りを返させてくれ。つまり再び参上。そこまで言うなら手を貸してもらおうかな。たとえめちゃくちゃ変な人でも仲間は多い方がいいし。やった、ノーガライダーです。どうやら見習いライダーがいるようだな。最後の場所は鉄の王国ね。